ちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー内間でございます。今回は公認心理師試験対策講座オンライン森田療法を考案した森田正武は、森田神経質の原因をヒポコンドリー性基調であるとした、他全10問というテーマで10問ほど問題を出題したいと思います。こちら弊社のアットセカンダリーアンダーバー JP もしくはアット公認ウェブというツイッターアカウントなどで出題させていただいた問題です。こちらの答え合わせをしていきましょう。この公認心理師試験対策講座オンラインというシリーズの動画の URL リンク一覧は本動画の説明欄概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。さて参りましょう。問1、森田療法を考案した森田正武は、森田神経質の原因をヒポコンドリー性基調であるとした。丸か×かの2択の問題です。はい、こちらの答えは丸になります。続いて問2、内観法を考案した